アルトゥール・ルービンシュタインはポーランド出身のピアニスト。様々な作曲家の作品の演奏で国際的な名声を博し、特にショパンの演奏では同時代の最も優れたピアニストであるとみなされている。また20世紀を代表するピアニストの一人でもある。ルービンシュタインの演奏家としてのキャリアは80年にも及んだ。前半生はヨーロッパで ご半生はアメリカ合衆国で活躍した。ショパン以外ではブラームスやスペインのピアノ音楽も得意とした。ウッチの街角にあるルービンシュタインの彫刻、ルービンシュタインのイギリスにおける赤番 LP レコードの売り上げが30万枚を突破したことを記念して、RCA レコードが授与したゴールドディスク出生名、アーチャールービンシュタインとして、ウッチのユダヤ人の家庭に生まれた。 八人兄弟のバッシュで、父は、浮遊な工場主であった。ルービンシュタインが二歳の時に、姉のピアノのレッスンを聞いて、即座に、その演奏を、魅惑的に再現してみせ、絶対音感とともに、ピアニストとしても並ならぬ才能の持ち主であることを、証明した。ルービンシュタインも四歳の頃までには自ら振動で、あると自覚していた。 ハンガリーの著名なバイオリニストであったヨーゼフ・ヨアヒムは4歳のルービンシュタインの演奏を聴いて強い印象を受け、家族に次のように話したという。この少年はとても偉大な音楽家になるかもしれない。確かに彼には才能がある。本格的に勉強する年齢になったら私のところに連れてきなさい。私は彼の音楽教育を監督することに喜びを。 感じることになるだろう。1894年12月14日、7歳のルービンシュタインは、モーツァルト、シューベルト、メンデルスゾーンの作品でデビューを飾ったのだった。ルービンシュタインは10歳の時に、ベルリンに移って、音楽の勉強を続け、1900年13歳の時に初めて、ベルリン交響楽団と共演を果たす。ヨアヒムは、 ルービンシュタインのピアノの師としてカール・ハインリ・ヒバルトを推薦した。さらに、ルービンシュタインは1904年にパリに行きフランス人作曲家のサン・サーンスやポール・デュカス、ラベルラやバイオリニストのジャック・ティボーと面会する。ルービンシュタインはサン・サーンスの前でピアノ競奏曲第2番を演奏した。さらにユリウ・シュベルト・ハイメル一家を通して バイオリニストのパウル・コハンスキ、作曲家のカロル・シマノフスキと進行を結んだ。1906年にニューヨークのカーネギー・ホールで行ったリサイタルは聴衆に支持されたようだが、評論家から批判が相次いだため4年間演奏活動を中止して自らの技巧、表現に磨きをかけた。ルービンシュタインはその後アメリカやオーストリア、イタリア、ロシアで 演奏旅行を行った。しかし1908年、困窮と絶望と借金取りの厳しい取り立てに加え、ベルリンのホテルの部屋の立ち退きも迫られた、ルービンシュタインは、首吊り自殺を図るが失敗してしまう。1910年、第5回アントン・ルービンシュタイン国際ピアノコンクールで優勝するが、ユダヤ人だったために審査員や聴衆から人種差別を受けたという。 1912年には、ロンドンデビューを果たし、その後同志南西部のチェルシーに定住する。同地のドレーパー兄弟のサロンで、コハンスキイーゴリストラビンスキー、ジャック・ティボー、パブロ・カザルス、ピエール・モントゥー、などと親しく交わった。ルービンシュタインは、第一次世界大戦中は主にロンドンに暮らし、ウジェーヌ遺罪の伴奏者を務めた。 1916年から1917年まで、スペインや南米を旅行し、同地で熱烈な歓迎を受けた。また、ルービンシュタインも、同時代のスペインや南米の作曲家に熱狂して、多くの新作を初演することになる。1932年に、しばらく演奏生活から引退して、数年の間演奏技巧やレパートリーの改善に取り組んだ。 ルービンシュタインはこの年に指揮者のエミル・ムイナルスキの娘であるアニエラと結婚し、4人の子供を設けた。娘のエヴァは、進学者、聖職者、反戦運動家のウィリアム・スローン・コフィン氏と結婚し、息子のジョンも俳優、作曲家となった。第二次世界大戦中はアメリカに暮らし、1946年にアメリカ国籍を取得する。 ルービンシュタインはそのレパートリーの中で、とりわけロマン派の作品を数多く録音した。ルービンシュタインが死んだ時のニューヨークタイムズの記事には、ショパンは彼にとって特別の存在だった。多くの人々によって彼が比類のない存在として考えられているのは、ショパンきとしてのそれであるとまで書かれた。ルービンシュタインは、 エチュードの一部の作品を除く、ショパンの全作品を録音している。また、ルービンシュタインは、スペインや南米の作曲家、さらに、ラベルやドビュッシーといった、20世紀初頭のフランスの作曲家の最も早い紹介者の一人であった。さらに、ルービンシュタインの同胞である、シマノフスキの最初の擁護者でもあった。ルービンシュタインは、スクリャービンとの対話の中で、 最も好きな作曲家として、ブラームスの名前を挙げ、スクリアービンを激怒させたことがあったという。1960年、ショパン国際ピアノコンクールの審査委員長を務めた。この時の優勝者が、マウリツィオポリーニであり、ルービンシュタインのコメント、我々の誰よりも上手いに、より大変有名となった。だが1976年、非文章が原因による、 視力喪失により引退となり、ルービンシュタインの最後のコンサートは、ロンドンのウィグモアホールで開かれた。ルービンシュタインは八カ国語を流暢に話したという。また、ルービンシュタインは恐るべき記憶力の持ち主で、ピアノ曲だけではなく膨大な数のレパートリーを持っていた。事伝によると、ルービンシュタインは、フランクの公共的変奏曲をコンサートへ向かう列車の中で、 ピアノなしでアンプした。また、ルービンシュタインは、自らの思い出を、まるで写真のように、例えば楽譜について語るときは、本題とは関係のない譜面についたコーヒーのシミについてまで、克明に記述した。また、ルービンシュタインは、聴覚も非常に発達しており、心の中で、すべての公共曲を演奏することが可能だった。また、ルービンシュタインは、 自伝の中で朝食の時、私は頭の中でブラームスの公共曲を演奏していた。その時電話が鳴ったので受話器を取った。30分後、私は電話で話している間も演奏が続いており、今は第三楽章が演奏されていることに気づいたと述べている。ルービンシュタインの友人たちはよくオペラや公共曲の楽譜から、 適当なものを抜き出し、ルービンシュタインの記憶力によって演奏させようとした。1973年に、自伝、華麗なる旋律を執筆し、1982年に、ジュネーブで就寝中に息を引き取った。遺体は仮装され、その遺体は、ルービンシュタインの意思により1年後に、エルサレムに埋葬された。特に、 ソリストとして有名ではあるものの、卓越した室内楽演奏家でもあり、シェリングやフルニエ、グアルネリ弦楽四重相談などと組んで、モーツァルトやベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームス、ドボルザークの作品を録音した。ハイフェッツ及びエマーヌエル・フォイアーマンとのピアノトリオは、有名で、ラビニアの音楽祭で共演した際に、宣伝担当者が、100万ドルトリオと名付けた。 しかし、ハイフェッツとは、作品の解釈や、どちらの名が先に、レコードのジャケットに表記されるべきかをめぐって、常にもめ、芸術的にも、人間的にも、対立点が多く、1950年を最後に二度と、共演は行わなかった。100万ドルトリオの華麗な演奏マナーを反省し、シェーリングやフルニエと組んで録音した。 ブラームスのピアノ30奏曲全集と同じ、顔ぶれによるシューベルトのピアノ30奏曲集で、1975年と1976年に、グラミー賞を授与されている。その他にも2度グラミー賞に輝いている。20世紀前半当時の現代音楽を奨励した、ルービンシュタインへ大作曲家が多数検定しており、ストラビンスキー、ペトルーシュカの3つの断章。 ピアノ・ラグ・ミュージック、ビライ・コール・ロボス、赤ちゃんの一族、野生の死、チャベス、ルビンシュタインのための練習曲、シマノフスキ、第二イソナタ、マズルカ、モンポー、歌と踊り、第6番、ファリア、ベティカ幻想曲、プーランク、組曲、タンスマン、ルービンシュタインに寄せるオマージュ、といった具合にピアニズムの息を追求した作品が書かれた。結婚前のルビンシュタインは、 ミスタッチやドアスレもあって、めちゃくちゃだ。とスビアトスラフ・リヒテルが批判したが、リヒテルは、自身の手帳に、晩年のルービンシュタインの自宅で、楽しい時間を過ごしたことを書き留めている。また、ルービンシュタインも評論家、ベルナールがボティに当てた手紙の中で、今日、私が、最も尊敬するのはリヒテルです。ものの考え方も姿勢も私とは全く異なりますが、 我々すべての中で最も偉大な音楽家であるという理由からですと述べている。戦後は、独風力の低下から現代音楽を手掛けることはほとんどなく、もっぱらロマンハイゼンのレパートリーに回帰したが、カーネギーホールで初めて、島ノフスキを取り上げるなど、かつての作曲家との恩は忘れなかった。 いわゆる遊び人であり、演奏ツアーには、いつも、女性秘書を連れており妻から嘆かれていた。また、美食家でもあり、ミラノの高級料理店などでは、ルービンシュタインのための特別メニューが作られていた。数多くのツアーで同行した指揮者の小沢誠二は、ルービンシュタインには何度もご馳走になったと、回想している。非常にオシャレで、ブレゲの顧客リストに名を残している。 ありがとうございます。